里のフラッグは日本の競争は、2020年の弥生賞ディープインパクト記念の勝馬である。2017年2月26日に北海道阿びら町の農ンファームで誕生。2017年のセレクトセール搭載市場に上場され1億6500万円で里見治が落札した。育成後、三保の国枝久支給者に入給する。 10月19日、東京競馬場、芝2000メートルの2歳新馬戦でデビューし、レースでは道中中段追走も6着。2走目東京の未勝利戦で、初勝利、コースレコードもマークした。1月5日に行われた中山競馬場の一勝クラスでは、後一一走から最後の直線で先頭に立ちに連勝。 3月8日に行われた弥生賞ディープインパクト記念には、父ディープインパクトの主戦竹豊余儀場で出走し、レースでは後方追走から徐々にポジションを上げ先頭に、並びかけると直線では、ワーケアに一馬身4分の3差をつけ、3連勝で重賞初制覇を果たした。この勝利で、さつき賞の優先出走権を獲得し、国枝もさつき賞へ向かうことを明言した。 迎えたサツキ賞では、連覇を狙うルメールとのコンビで参戦。ホープフルステークスカチマコントレール、アサヒハイフューチュリティステークスカチマ、サリオス、形成ハイカチマのクリスタルブラックなどが顔を揃える、中、2番人気に押された。レースでは上場のスタートを決め、中断をリズムよく追走。外を回り最後の直線を迎えたが、伸びきれず5着に敗れた。続く、 東京優春では2000ぶりに竹豊に安状が戻った。サツキ賞の1、2着馬、コントレールとサリオスが中心との味方が強い中、本馬は前走の敗戦もあり、戦術の2頭とワーケアに次ぐ4番人気で出走。レースでは後方待機策を選択したが、直線で伸びきれず11着に大敗。レース後に安状の竹豊は、 道中の感じは悪くなかったが、勝った時のような末、足がなかったとコメントした。秋は、セントライト記念から始動。安城に、新馬戦以来となる、戸崎啓太を迎え、一番人気に支持されたが、レースでは逃げたバビットを捉えきれず2着となった。しかし2着となり、菊花賞の優先出走権を確保したことで、国枝はオーナーと相談してからだけど、 菊花賞に行くことになると思うとコメントした。引き続き、戸崎安城で菊花賞に出走。単勝34.9倍の5番人気となった。レースでは3冠を達成した、コントレールと、その2着のアリストテレスには及ばなかったが、後方から伸びて、最後は4着ディープボンドをかわして3着を確保した。3ヶ月ぶりの実戦となった4歳初戦。 アメリカジョッキークラブカップはまくり気味に進出を開始するも直線で止まり11着に終わった。続く、金シャチ賞は7着に敗れる。自走のエプソムカップは道中は後方で足をためメンバー最速の上がりサンハロン34秒3の足で追い込むも勝ったザダルを捉えきれず2着に終わった。エプソムカップ後に右頭骨炎異端骨折を発症し6ヶ月以上の 休養が必要と発表された。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。